宣伝部の荻原です。商品企画部の宮原です。今日はですね、普段と違ってシズン時計マニファクチャリング飯田殿岡工場に来ています。いや、めちゃめちゃ天気良くてのどかですね。ここはですね、アテスタの組み立てを行っている工場になりまして、はい、うん、はいはいはい。そしてこのアテスタの大人気モデルのこの AT818562A、はい、これがまさに今日組み立てをしているという情報が入ってますからね。なんでこう普段は新商品をご紹介することがこの動画多いんですけれども、うん、今日はぜひ皆さんにアテスタが最後どうやって組み立てられるのかご紹介したいと思います、はい、僕自身もすごく楽しみにしてたんで早速行ってみましょう。行きましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。製品部の羽場さんになります。はい、飯田殿岡工場製品部の羽場と申します。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。飯田殿岡工場って具体的にどういう作業されてる工場なんですか？はい、私たちですね、飯田殿岡工場では、はい、完成ヘッドと言われるヘッドの組み立て、これにまつわる品質の確認、あとはこのバンドをつけるといったところの、そういった工程を行わさせていただいております。じゃあこうお客さんの手元に届く、もうまさに最後の工程ということなんですよね。はい、そうです。時計が時計の姿になる場所っていうことですよね。はい、おっしゃる通りです、うん。では早速ご紹介お願いします。はい、じゃあこちらの方へ、はい、どうぞ。なんかもう早速メカメカしい、いやなんか場所に来ましたけれど、こ普通になんか逆にこの装置自体かっこいいなっていう。これは何をされる場所なんですかね？はい、こちらですね、自動貼り付け装置というものになります。はい、こちらですね、こちらが、時間を表します時針という針をつけるものになります。でこちらは分を表す分針といったところ、あとこちらがですね、秒針ですね、こちらをつけるといったところの、3つの工程になっています。早速実際に動く様子を、はい、ぜひご紹介いただきたいと思います。はい、作業されてる方は何をされてるんですか？はい、針の供給ということで、はい、先ほどご覧になった、はい、ラインのところですね、そちらのジグに、セットをしていくと。奥の女性の方は何をされてるんですか？はい、実際にですね、流れてきたものが正しい、製品になってるかっていう、はい、そういったところの確認をしているという形になります。はい、自動でやりながら最後人の目でもチェックして、はい、そうですね、ちゃんと貼り付けられてるかという、はい、であとは供給というところ両方ですね。なんでその両方を兼ね備えてやってるという形になります。はい、基本的にこの検査とかでエラーといいますか、ちゃんとついてないぞってなった時って、非常停止ボタンもついているんですけれども、はい、なんかこうアラームがこう出るような形になっておりまして、はいはいはい、でそれでラインの異常値を知らせてくれるというような形になります。はい、じゃあ実際これ貼り付けたやつが次の工程に行く。はい、そうです、おっしゃる通りですね。はい、じゃあそちらを、はい、ご紹介お願いします。じゃあこちらになります。はい、ここは何をされてる工程なんですかね？はい、こちらはですね、先ほど針をつけたもの、はい、こちらをアッセンブリしていく工程になります。まさに時計のそのヘッドの部分がここで完成に向かっていくってことなんですね。はい、おっしゃる通りです。こちらですね、はい、先ほどございましたムーブメントに針をつけるといったところの工程のものがあります。でこちらの方の針巻き芯と言われるものを抜きまして、はい、でこちらのケースに組み立てを行っていると。でそれに本巻き芯と言われる、はい、リューズがついたものを組み立てるといった工程がここの一つの工程になります。じゃあさっきの貼り付けのやつが一番最初にここに来るということですか？はい、そうです。今度は KG、このガラスを打ち込む、クリスタルガラスを打ち込むという工程になります。なんで、ここも作業者の人たち、あれですね、こう向きもありますので、ガラスの向きを見ながら、最後に浮きがないかとかね、そういったところの確認もして、次の工程に送るという形になります。ガラスでもう蓋しちゃうわけじゃないですか。はい。こういったところはもう本当に手作業で、もう目視でも確認しながらっていう感じが強いんですね。はい、そうですね。なんとなくね、自動化のイメージにされてる方もいらっしゃると思いますけれども、このガラス入れた次の工程は、はい、どういう作業ですか？次にですね、こちら外観という工程になります。はい、なんで先ほど組み立てを行いましたけれど、はい、本当にゴミないですよねっていうところの最終チェックというところになります。あとは
お客様が使用されて、まあ、あの違和感がないか、要は見返しリングって言われる、はい、まあ、部品がございますけれども、はいはい、そういったところの位置ずれですとか、うん、隙がないかとか、うん、そういったところの、まあ、やっぱ最終的なあの裏蓋を閉める前の品質確認の場所とか、はい、そういったところになりますね、はいはいはい、なんで、まあ、ここのところで、チェック終わったものが、はい、実際に今度は裏蓋を閉めるという工程に行きます、はい、なんでこの後に最後裏蓋を閉めて完成化になるといったところになります。じゃあここで最後裏蓋つけたらまた次の工程が、はい、そうですね、次の工程になります、はい、ではそちらもご紹介、はい、お願いします、はい、わかりました。次検査工程になりますので、はい、お願いします。なんかいろんな時計が作られてる工程見れる、はい、面白いですね、うん、ありがとうございます。これアテスタがあったりプロマスターがあったり、うん、シリーズ8があったり業種があったりと、そうですね、まあ、次の検査工程で、まあ、防水の検査といったところになります。これもう本当に実際水につけていくんですね。はい、もうこのままつけます。なんで、まあ、実際にこちら10気圧防水の時計になりますので、はい、まあ、それに相応する、まあ、圧力をかけていくといったところの工程になります。実際アテッサの使用用途から考えると水深 100m に10分以上耐えられるという時点で、ね、なかなかすごいスペックですけど、ね、すごいと思いますね。はい、まあ、これ終わったということで取り出しましたというと、はい、まあ、この、まあ、水の中に10分間浸積するといったところの工程になります、はい、で、まあ、蒸圧状態の水で、あの水が入らないかというところの検査になりまして、で、まあ、こちらのものを、まあ、終わったものをですね、この10気圧に耐え切った上でさらに普通の状態でも耐えられるかという、はい、あ、そうですね、あ、はい、まあ、それが検査 の、 あの工程の中に入ってますので、まあ、沈時計の規格の中の一つになります。はい、次はちょっとホットプレートですね、はい、あの上に時計を置きまして、実際に、まあ、お客様が使うときにですね、水が本当に入ってるか入ってないかっていうところの、まあ、保証というところの工程になります。あ、はいはい、まだですね、まだもうちょいですね、ちょっと触ってみてどうぞどうぞ触ってみてください。あっちってことじゃない。あ、そうです、あっちってことではないですまあ40度近辺っていうところで見ていただいて、うん、はい、一旦来ましたね、はい、はい、はい、ということで、次にですね、まあ、このようなちょっと、まあ、布を置くというところの工程になります。なんでここに、まあ、置きまして、まあ、18度プラマイの2度と言われるあの布ですね、こちらをこの上にかけておきます。なんでこれを約1分間、はい、はい、あのやらさせていただいて、温めてまた濡らす。そうです。で、そうすることで、まあ、蒸気が中で発生して、あ、まあ、結露を、まあ、呼び起こすというか、そういったところの環境を作るという形になります。はい、いや、まさかこの腕時計の検査工程でこんな岩盤浴みたいなものをさせてるとは知らなかったですね。はい、なんとなくこう防水検査で水につけるのはね、なんかイメージつきますけれども、なんで、まあ、大体約1分ということで、はい、はい、まあ、このような形で取らさせていただきまして、はい、で、まあ、こちらの方ですね、曇りを、まあ、確認するという工程になります。はい、はい、ということで良品でございます。あ、はい、ここはでも最終的にやっぱ職人の目というか、はい、そうですね。いや、さっきの、 あの組み立て工程の中で最後あの裏蓋を閉めて、うんうん、あ、完成だって思ったところからこういった検査が施されていくんですね、うん、そうですね。なんで、まあ、お客さんに、まあ、安心して使っていただける、はい、まあ、時計っていうのをやっぱり出さなきゃいけないっていうのを我々思ってますので、はい、まあ、そういったところでやっぱり検査の工程はちょっと多くなってますね、はい、そうすると頭の部分をこれでできて、次はこうベルトの取り付けとかになってますか、うんうん、まあ、その前にですね、あの私たち の、 あの製品化との次にですね、はい、あの QA さんというまた品質保証化というところを通りまして、はい、まあ、そこでもサンプリング検査をやった上で OK なものがようやくバンド付けに行くという形になりますね。あ、なんかその違う人が検査またやってます。なんかその、はい、ね、作った人以外が検査するっていうところにまたちょっと徹底ぶりが、あ、まあ、でも大事ですよ ね、 ね、大事ですよね、はい、で、じゃあそれで最後バンドを取り付けて、でここの飯田殿下工場から物流さんの方に、そうですね、物流倉庫の方に納めさせていただいて、でそこからまあ販売店さんの方に、はい、あ、なるほど。いや、面白かったですね。いや、面白かったですよ。なんかやっぱり多くの人の技術っていうのがアテスタには詰まってるんだなっていうのを、うん、なんか改めて感じさせてもらいましたね。あとやっぱその品質のチェック、いや、そうですね、何回やるのみたいな、これでもかっていうぐらいね、
あとはまあ、ね、今回組み立てだけだったんですけれども、はい、まあ、テスト例えばケースとか針とか、はい、ベルトとか、ね、まあ、はい、いろんなところで作られているんで、まあ、まさにこのブラックチタンが生まれる過程とか ねそういったところもね、ちょっとぜひ僕らとしても気になります、ね、見てみたいですよね、はい、皆さん今日の YouTube いかがでしたでしょうか。今後もですね、新作紹介だけでなく工場紹介と皆さんに楽しんでいただける企画いろいろと提供していきたいと思っております。今日はありがとうございました。バイバイ。バイバイ。